おはようチェキ。あのね、本当私事の話だけど、ちょっと風邪気味なんですよね。でも俺は風邪薬を飲むよりも妹たちに会うことを選んだよ。そっちの方がなんかいい栄養がね、取れるような気がするからね。今回もチェキビタミンを取っていきましょう、チェキ。兄ちゃんのチェキ。チェキ。いらっしゃい。いやー、ついに今回も来ましたよ。毎度おなじみ水着イベントですからね。アリアの豪邸でございます。四つ葉は今日も元気だね。当然です、兄様をチェキするためには健康第一なんだから、うん、まさにその通りですよね。健康第一、気をつけていこう。ひな祭りパーティーってことだけど、四つ葉たちは着物なんか着ないの？ちょっと楽しみにきっと知ってたんだけどな。兄様ごめんね、先へ先へ行こうとして。着物は後が面倒だから今日は着ないことになったの、うん、そんな理由かい。いいんだよ、別にそんなに困らなくても。それじゃあみんなのとこに行こうか。もうパーティーも始まるんだろ。このくだり毎回好きなんだよね。あ、兄様は四つ葉たちと同じお部屋に来ちゃダメです。みんなね、水着に着替えるからね。兄様には、アリアちゃんのお部屋を用意してあるから、そっちに行かなきゃ。うん、アリアの部屋どうして？チェキどうしてと言われても。イヒヒ。いいね、この照れながらのチェキはすごい来るものがあります。とにかく兄ちゃまは男の子だから、アリアちゃんのお部屋に行くです。アリアちゃんの部屋の扱い何なんだよ。アリアちゃんに許可はもらってるから、うん、正々堂々と入っていいのよ。そうですか、なんだかよくわかんないの。それじゃあ兄ちゃま、また後でチェキよ。チェキよ。さて、どこに行くかでございますけども、どこに行こうかな。あのね、名探偵兄ちゃまはですね、なんとなくビーチバレーコートに行くといいような、そんな気がしてるんだよね。名探偵兄ちゃま、真実ライズは一つ。チェキサーブカホが。あららら、これはいいでございますね。ありがとうございます。もう一気にウイルスが、俺の中にあったウイルスがなくなりましたよ。これは素晴らしいね。ねえ、このなんだろう、俺はね、もう四つ葉がいつもこの脇を見せつけるようなポーズをするじゃないですか、腕を開けて。四つ葉の生脇はでも今まで見れたことはなかったんで、これはなかなか貴重じゃないですか。しかもなかなかちょっとなんかこの大胆な水着というか、で、カホが。カホお尻。うん、でチェキサーブって、うわ早いよ。この二人の組み合わせいいな。へっへっへ、またまた四つ葉のポイントね、うん、あ、もう絶好調じゃないですか。へっへ、全然レシーブできないよ。相変わらずだな、カホは。レシーブなんていいじよ。こうチェキッと構えて、チェキッと動いて、チェキッと打ち返すな。全部が伝わらねえわ。さっぱりわかんないよ。あ、さすがカホ。カホが。こう見るとやっぱカホも、カホいいな。いやー、もうこれずっと見てられるわ、本当に。ありがとうございます。黄緑色の水着ってでもなかなか珍しいね、なんかね。楽しそうだね、四つ葉、カホ、カホ、四つ葉。お兄ちゃんどっちでもいいや。兄ちゃん、チェキ。チェキ。はいはい、チェキ。はい、チェキチェキって、もう兄ちゃまももうすっかり慣れちゃって、ビーチバレーをしてたんだね。イエス、その通りです、うん、でもカホちゃんはちっともレシーブできないの。そうなんだ。だって運動神経悪そうだもんな。カホ大丈夫だよ、ビーチバレーだから当たっても痛くないしね、うん、そうだけど。ちょっと見ててごらん、カホ。よつば、僕にサーブを打ってきて。おう。でも四つ葉は手加減ナッシング。レッツチェキサーブ。チェキレシーブ。打ち返されたです。やったです。カホ、分かったかい。何にも難しいことはないだろう、ね、もうずっと四つ葉の股間見ながら喋ってますけども。四つ葉の股間とカホのお尻を見ながらずっと喋ってますけどね。うん、ありがとう、お兄ちゃま。お兄ちゃま、やっぱりこれ茶まつながりか。すごいね、この二人。兄ちゃまとお兄ちゃまで、ちゃまコンビ。ちゃまコンビって。カホにだってできるよ、四つ葉は。もう一度カホに打ってみて。チェキ、思いっきりってやる、思いっきり。カホちゃん、行くよ。チェキサーブ。えい。おお、すごいな。
ったじゃん。うまいじゃないかカホ、やっぱりできただろ。うん、カホ嬉しいな。お兄ちゃんのおかげだよ。可愛いな。お前たちは本当に可愛いもんだじゃな。ビーチバレーがとっても楽しくなってきちゃった。もっと練習しようっと。そうですか。俺はずっと股間見てますけどね。股間とお尻しか見てないですけどね。ララララ嬉しい。ルルのスパイク。どうした？どうしたお前？ん？四つ葉がどうした？チェキー。カホちゃんにまで打ち返されるなんて。落ち込みながらのチェキー。人生喪失です。そんなにカホを下に見てたんだね。チェキは。兄ちゃま。四つ葉もう引退です。カホちゃんに打ち返された以上すっぱりユニフォームを脱いで着てないだろそんなの。気分の問題チェキチェキチェキ。分かってるよ四つ葉、カホに自信をつけさせるようにわざと緩いサーブを打ったんだよね。ええ、さすが四つ葉だな。ほらカホ見てごらん。見て見てお兄ちゃま、このハート氏とエクスコミをマスターしちゃった。お前すげえな、よくわかんねえけどすげえ飲み込みの速さだよ。ほらあんなに喜んでるよ四つ葉のおかげだね。そんなつもりじゃなかったんだ。 そうなの、四つ葉カホちゃんに元気になってほしかったのです。調子がいいチェキね。いやー四つ葉も苦労したのよ、わざとイージーなサーブを打つのに5年も山ごもりをしたんだから。そうですか。ありがとうございます。本当に兄様、四つ葉なんだか嬉しいです。疲れる。本当にただでさえ一人でも相手を疲れるのにこの二人相手はだいぶ持ってかれますね。ありがとうございました。いただきます。本日のメールチェック、チェキチェキ。お、来てるチェキね。兄ちゃまチェキチェキ。兄ちゃまチェキ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 。今日はベリベリ楽しかったです。ねえ、よかったね。ビーチバレーに燃えてしまいました。うん、アリアちゃんの家ってやっぱりすごいね。あの家は何をしてる家なんだろうね。イギリスでもあまりないです。うん、四つ葉一つ大発見だったのは、うん、ひな祭りにはプールに入るってこと。いや間違いだよそれ。前に読んだ5本ではなんかお人形を並べてたけど、うん、あれはインチキだったのね。四つ葉騙されるところでした。違う違う、騙されてる騙されてる。たまに集まると本当に楽しいね。うん、またみんなで一緒に遊ぼうね。あ、でも溶け込むのが早いね。今度はもっと兄ちゃまと遊べる時間が長いといいな。うん、本当は四つ葉が独り占めしたいです。兄ちゃま兄ちゃまって。いい。そろそろ眠くなってきました。遊びすぎかな。うん、送信できなくならないうちに今日はおしまいにするね。おやすみなさい兄ちゃま。四つ葉。あは。もういいな。もうやっぱ最初の頃はねチェキチェキ言っててこれちょっとしんどいななんていう風に思ってた節もあったけど、もうダメだ、チェキなしには生きていられない。ビーチバレー楽しかったね。お、午前中自由行動、喫茶店にいますね。行って今言ってみるチェキ。うん、喫茶店に入ろうかな。うん、生活費がちょっと厳しいけど。兄ちゃんは大丈夫なのかな、その辺のところは一人暮らしだけど。モカコーヒー丼、なんだそれは、気になるな。モカコーヒーが丼に入って出てくるのか、それともご飯にモカコーヒーがかかってるのか、どっちにしろ嫌だな。モカコーヒーを丼で飲むっていうのはなんかでもちょっと面白そうだな。なんかどっちにしても怖い。兄ちゃんチェキ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 。ヨスバ、じゃあもう兄ちゃんはもう普通に使っちゃってるな。やあヨスバチェキチェキ。あれおかしいです。え、なんです、どうしたんだヨスバ。兄ちゃまから女の子の匂いがするです。なになになに、あれあれ不思議、どういうことだよこれ。その心当たりはないと思う、ないと思う。ないじゃない、人混みで女の人をすれ違ったりはしたけど。ふんふん、やっぱり匂うです、変ね。どういうことだこれは、これミステリーですね。これはきっと四つ葉の勘違いだよ。も
して、うん、兄様は四つ葉の姉ちゃまだったですか？どういうことよ、もう本当に誰が姉ちゃまよ。兄ちゃまなのに女の子の匂いがするのは変だもん。踏んづけてやるんだから。だから兄ちゃまは姉ちゃまなのかも。どうな、何を言ってるんだ。これは推理の必要があるです、うん、四つ葉すぐ帰って推理しなくちゃ。おしんちんついてるからな。兄ちゃまは本当に低俗だな。チェキチェキ。次のクラス用意いいか。頑張るチェキよ。マラソン大会チェキ。3、2、1、はいスタート。チェキサーブ。頑張るチェキ。もう少し、もう少しなのに、かなり苦しいぞ。こんな時はこんなところで止まってたまるもんか。もう少しなんだから、商店街を越えたらもうゴールなんだから。誰か、誰か僕にチェキをくれ。チェキ、チェキ、兄様、チェキ。これは元気出るチェキね。四つ葉来てくれたのか。この衣装やっぱいいよな。一番好きだな。四つ葉の推理によれば、兄ちゃまが優勝で決まりです。その推理当てているぜ。チェキチェキ頑張ってください。兄ちゃま、チェキ。ほとんどチェキしか言ってないからね、本当に。本日のメールチェック。今日はマラソン大会がありましたけどね。兄ちゃま頑張ってチェキチェキ走りましたよ。お、兄ちゃまやったチェキ。うん、兄ちゃま、チェキチェキ。チェキチェキ。今日のロードレース、お疲れ様。いやー、疲れたね。マモルちゃんと練習してないからね、今回は。四つ葉しびれちゃった。ブリブリブリ。兄ちゃまに感電なの。そっか。でも、本当にすごかったね。そっかで流したわ。妹みんなで話したけど、みんな、うん、兄ちゃまはすごいって言ってたよ。おうおう、当たり前だけどね。モテモテチェキね。テレチェキ。四つ葉も応援して本当によかった。うん、兄ちゃま、今日はゆっくり休むです。うん、四つ葉が兄ちゃまにおっきな金メダルあげるですからね。あ、四つ葉も応援して疲れたからもう寝よーっと。やっぱ学生時代にこういうメールをしてくれる子がいなかったからかな。何を顧みたんだ今この瞬間。おやすみ、兄ちゃま。チェキー。四つ葉、さあ本日の投稿なんですが、ちょっとね、あの名探偵兄ちゃまによると、今日はね、昨夜と投稿するとなんかいい気がするんだよね。これ毎回投稿の時にはあの四つ葉いないんですよ。あの子学校行ってないですから。うん、なんかわかんない。俺もうこれ全然わかんないんですよ。でも四つ葉と投稿するといいらしいチェキよ。あ、四つ葉じゃない、昨夜と。ちょっとやってみよう。昨夜と投稿するの時代が初めてだからな。今日もいい天気ね。そうだね。なんか新鮮だわ。だんだん春になってきてるね。お兄様とこうして投稿できるってよく考えたらとっても幸せなことよね。そう、初めて誘ったよ。他の人の妹に生まれていたらこんな特権味わえなかったんだもの。うん、そうだよね、そうだよね。っていうかいろんな人と、うん、誘ったりもしてるけど今まで。お兄様ったら本当に正直なんだから。本当この子は大人びてるというか、なんというか、チェキにはない魅力がまた。あ、こういうことか。こういうことなんだな。あら、聞き覚えのあるあの声はこっちに出てくるってことか。兄ちゃま、ついでにさくやちゃんもおはようございます。チェキ、おはよう。チェキ、こんな二人で投稿してるとこ見られちゃった。チェキよ、大丈夫これ。チェキ、ちょっと四つ葉ちゃん、ついでにとは何を。ついでにとは。この絡みもな、いいな。ごめんです、おまけのさくやちゃんの間違いです。ライバル視してるな。おまけ、やばいやばい、さくや怒っちゃうよ。まあまあ、さくや抑えて抑えて。まあ、お兄様が言うなら。で、四つ葉、何かあったのかい。僕に聞かせてくれないかな。うん、四つ葉、うん、兄ちゃまに聞きたいことがあるの。なんだろう。で、この衣装あれだね、四つ葉がなんか新しく4月から学校に通う制服だね、これね。マモルちゃんルートの時に見せてくれたやつ。兄ちゃまはいつも四つ葉に優しいけど、うん、どうして兄弟なのにキスしてくれないのかなって。何言い出した。ちょっと四つ葉ちゃん、何言っちゃってんの。
本当にね。お兄様のキスは私のものって結構前から決まってるのよ。お前何言ってんだよ。私の中だけだけど。堀江ゆいか。兄ちゃまは四つ葉のこと。え、何何何。四つ葉ちゃん。四つ葉ちゃん。四つ葉のこと嫌いなの。泣いちゃったよ。え、な、四つ葉が泣くことがあるのか。お兄様。お前も泣くのか。泣かれると弱いのよ。助けて。堀江ゆいが。いやいやいや、なんだこの流れ。え、ちょっと下がってた昨夜。僕が何とかして。お願いね、お兄様。うん。兄ちゃんは教えて。うん。兄様は四つ葉が嫌いなの。そんなわけないじゃないか。今回マイシスター誰だと思ってるんだよ。うん、兄ちゃまは四つ葉が大好きだよ。じゃあなんで、おいおいおい、なんでキスしてくれないの。これどういう流れだ。何、忘れていただけだよ。その証拠に。証拠に。証拠にな。おでこにちゃ。おでこ出してごらん。うわ、気持ち悪い。あドロロ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 ロ。今のチューンの音はすげえ気持ち悪かったけどな。兄ちゃまのキス音はいらねえよ。その SE は。あはは。よつばこれでいいかい。兄ちゃま、ありがとうです。おでこにチューンしちゃった。ああ、もうこんなイベントが隠されているのね。昨夜との投稿イベントに。やっぱり兄ちゃまは。昨夜の目の前でやってねえしょ、これ。好きなのね。そりゃそうさ、だって可愛い妹だもの。兄様、朝からお邪魔しました。あ、とっても嬉しかったです。おでこにチューはいいね。気をつけて帰るんだよ。はい、チェキ。それじゃまたね、兄様。これ昨夜の反応も気になるチェキね。またね、チェキ。待たせてね、待たせたね、昨夜。早いとこ学校に。ああ今度はこっちが泣いちゃった。昨夜、お兄様はどうして私にキスしてくれないのかしら。それは昨夜ルートで、昨夜ルートの時に。どうせ私は嘘だ、機械しかも。みたいにピュアじゃないですよ。だ、あー、でもそっか、こんなのがあるのね。お兄様の気持ちは絶対に負けてないんだから。それは昨夜ルートで。はい、お兄様。本日のメールチェキ。やっぱり来てるチェキね。今日のおでこにチューのことじゃないのかな。違うな、これな。謎のメールってことはもしかしてやつからのメールじゃないのか。予告状ワンスモア。もともと突然のメールで失礼です。私は美少女怪盗クローバーだ。出たな。覚えてますか、クローバー。忘れてないですか。頼むですよ。忘れねえよ。さて、アニちゃま、もう忘れられないわ。この前私が四つ葉ちゃんを大事にとありがたい忠告をしたのに、うん、君の態度は全然変わってません。いや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 、四つ葉ちゃんが大事じゃないですか。それは良くないです。今日だっておでこにチューしたですよ。このままじゃ本当に四つ葉ちゃんを奪っちゃうですよ。うん、あの可愛い四つ葉ちゃんに会えなくなってもいいですか。そりゃ困るな。クローバーは良くないと思うです。よく考えるです、兄ちゃま。普通に兄ちゃまつっちゃってるけどな。特に他の女の子と仲良くしてる暇があるなら四つ葉ちゃんを可愛がるです。おう、これが最後の警告だぞ。ふはははは、です。美少女怪盗クローバーより。一体何者なんだクローバー。多少は優しくしたつもりなんだけどな。つもりじゃダメなのかな。放課後、河原にいますね。珍しいな。行ってみましょう。ん？チェキ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 。ぼーっと川を舐めてるのもたまにはいいもんだな。人生は流れる川のごとし。何言ってんだ。兄ちゃま、見つけたです。出たな、クローバー。うん。四つ葉は川を見に来たんだ。違うですよ。四つ葉は兄ちゃまを見に来たな。あらららら。そしてそれプラス。お？じゃーんです。なんだなんだ、何を持ってきたの、その変な箱。これはね、四つ葉がリンリンちゃんにお願いして作ってもらった、兄ちゃま専用ポリグラフよ。ポリグラフ。
日本語では嘘発見器っていうです、うん、リンリンちゃんが教えてくれました。そんなものまたリンリンの開発力がすごいことになってるな。嘘発見器、それを僕にかけるの。いいからいいから。なんだこの面白い展開。はい、ここに手を置くです。うん、この子はあれだね、やっぱこのクローバーのメールといい、こう積極的には攻めてはいるけど心の中ではだいぶ不安がってるよね。そのね、不安がってるとこがやっぱ乙女なんだよ。そこがすごいくすぐられるこの子の魅力なんじゃないかな。はい、スタンバイ OK です。うん、パンパカパーン、パンパカパーン、マリチャマリチェキチェキ大質問コーナー。またなんかお泊まりイベントの時にもこんなんあったけどな。はいかいいえで答えるですよ。質問その1、アニちゃまは四つ葉が好きですか。やっぱこんな質問か。これ素直に答えるよ。はい。どうだい。機械の反応がないですね。お、あんたみたいです。やったじゃん。ということはやっぱりアニちゃまは四つ葉のことが好きなのね。照れちゃうね。そんなの当たり前だ、四つ葉は可愛いもの。気分がいいから質問その2です。まだやるのか。アニちゃまは四つ葉のことを愛していますか。またすごい質問きたな。これはでもはい行くしかないでしょう。四つ葉のこと愛してるぜ。また反応がありませんね、うん、ということはラビュー。アニちゃまやっぱり四つ葉のことを愛しているのね。愛してるチェキよ。まあ妹だしね。四つ葉とっても感激です。おお、四つ葉すごく楽しい気分です。よかった、なんか走り出したくなりました。テンション、おい走っていっちゃったよ。この嘘発見器どうしよう、これ面白いから持ってようよ。お、商店街にいるようですね。行ってみるチェキよ。今日はのんびりしてていい雰囲気だな。なんかこのまま静かに一日が終われば。うるせえのが来たぞ。どうしたんだよ、つばそんなに慌てて。あのね、今そこで名探偵の柴田犬助に会ったです。なんだ、なん、柴田犬助、テレビでやってる柴犬探偵日記の主役、そんなんやってんだ柴田犬助。うん、あれはテレビの話で。でも人です。自動販売機でジュース買ってたです。そんな庶民的な、庶民的なとこ見られちゃってんのか、柴田犬助。俳優の曽根健一。うん、柴田健介はテレビと同じ服を着てたかい。今日はいつもと違ったです。セーターにサンダルを履いてました。曽根健一、おい。それ完全にプライベートだよ。この辺に住んでたのか。兄ちゃま、四つ葉、うん、柴田犬助に名探偵になるコツを聞いてくるです。でもいいね、そういうファンがいてくれるのはね。柴田犬助も嬉しいんじゃないの。そんなことないです。同じ探偵としてきっと四つ葉の熱意を分かってくれるはずです。ダメだってば、四つ葉。どうして邪魔するですか、兄ちゃまの意地悪。あ、やらしい、完全にやらしいな。メールチェキ、チェキ来てる、チェキな。また出たな、クローバー。ラスト予告状。ラスト。こんにちは、うん、クローバーです。ところで兄ちゃま、君はこの私を舐めているようだな。私にはお見通しだ。なんだって。一向に変わらない四つ葉ちゃんへの態度、あれはもうクローバーへの挑戦ですね。よし、そっちがそうならこっちはこうだ。美少女怪盗クローバーは明日の夕方、可愛い四つ葉ちゃんをさらっちゃうです。なんだって。そうだ、びっくりしたでしょ。やめろクローバー、俺の可愛い妹に手を出すな。君が四つ葉ちゃんのことを世界一可愛くて大好きな妹だと思うなら、私と勝負し四つ葉ちゃんを奪い返すです。ふわははです。美少女怪盗クローバーより
クローバーついに本格的に挑戦状を叩きつけてきやがったな。予告状、うん、これは、うん、こっちも思い切りなりきっていろつばと遊ぶのは面白いかも。よし付き合ってやろうじゃないか、美少女怪盗クローバー、四つ葉は取り返してみせる、じっちゃんの名にかけて。柴田健介じゃねえの。さて夕方になった。クローバーに挑戦しなくちゃ。クローバーはどこにいるんだろう。まず会うことが先決か。うん、これはどういうことだ、どこに行けばいいんだろう。わかんねえ。ノーヒントか。これ勘だな、もうな。いや、ここ河原行ってみよう。あ、行けないんだ、選べない。選べるところだ。じゃあ若草学院とか行ってみるか。どうだ、いるかクローバー。ここにはいないか。間違えたな、どこに行っちゃったんだろう。難しいな。じゃあ喫茶店とか行ってみる。喫茶店どうだ、いるか。いないな、クローバー。くそ。一体どこにいるんだ。お菓子、お菓子屋さんじゃないの、あいつ。あいつ呼ばわりだけど。行ってみよう。うん、クローバーのやつどっかで昼寝でもしてるんじゃないだろうな。まだ見つからない。どんどん選択肢が少なくなっていく。いや、じゃあカシノキ公園だよ、きっと。昼寝してるなら。どうだ、どこだクローバーは。早くしないと四つ葉が危ない。うん、せっかく名探偵スペード。いいな、名探偵スペード。うん、早くクローバーに会いたい。おい、クローバー。ふわー、呼んだかね。出たな、クローバー。すごいな、サーベル持ってんのか、お前。いきなり出た。ふふふ、感心だよ、兄ちゃま。四つ葉ちゃんを助ける気になったんだね。お前、この格好でずっと一日いたのか、お前。お会いに行くだな、美少女探偵。美少女カイト、クローバー。俺の名は兄ちゃまじゃない。何？俺の名は名探偵スペードだ。おー、サムと呼びたいくらいです。さすがスペード君、相手にとって不足なしです。その通りだ。おい、クローバー、四つ葉を返せ。ふふふ、慌てちゃダメです。なんだって？四つ葉ちゃんを助けたかったら秘密の暗号を解くです。秘密の暗号だと？これが暗号だ。解けたらその場所に来なさい。なんだなんだ、一体。待て、クローバー。さすが美少女ケイト、逃げ足の速いやつだ。これが暗号か。どこかの場所を表してる。そこでは痩せた背の高い者たちが何も言わずに立ち尽くしている、うん、彼らは寒さを嫌う美しき民だ。縦読み、またそう、そんな、そんなか、そう、どういうことだ。これわかんねえな。スキーショップ、占いの館、植物園。あ、スキーってことで、スキーじゃない？違うかな。どうだろう、行ってみようか。名探偵スペードにこの程度の暗号など通用するものか。ズバリ背の高いものとはスキー板、あ、スキー板、うん、スキーショップに決まってる。うん、どういうことだよ。スキーショップに行こう。もっとちゃんと考えればよかったかな。クローバーはどこだ、ここにいるはずなんだが、ちょっと探してみるか。おかしい、いない。あ、間違ってたのか。じゃあ、うん、とりあえず体勢を立て直そう。
どうしたスペード君。お前この立ち絵まで用意されてんのか。クローバー、名前もクローバーになってるしな。お前はクローバー。暗号の場所で待っていても来ないから探しに来たのだ。一体どこが正解だったんだ。その様子だと私の暗号は解けなかったらしいな。わははは、名探偵が聞いて呆れるわ。くそ、悔しいぜ。ただ私は心優しき美少女怪盗、もう一度チャンスをやろう。今度こそこの暗号を解いて四つ葉ちゃんを助けに来るがいい。そうか、今度こそ見つけてしやる、クローバー。それ何にしてももう一回チャンスができた。暗号あまたの宝石が辺りを埋め尽くし、流れるスクリーンが空を映す。命の源が母の元へと帰ってゆく。宝石が辺りを埋め尽くし、流れるスクリーンが空を映す。母の元へと帰ってゆく。これはだから、なんかその縦読みとかそういうことじゃないのかな。これまた難しいな。映画館かスクリーンつってたし、でもそのまま過ぎないか。なんかポエムな意味合いで捉えるなら瓦なんだよ。もっと意味深に捉えるなら電気街だけど、瓦行ってみるか。勘だけど、あまたの宝石ってのはただの石ころってことじゃないのか。空が映っていて流れるスクリーン、しかも命の源を運ぶ、あ、海へ運ぶってことで、あ、そうだ、やっぱ瓦だ。じゃあ、そういう考え方で合ってるんだよこれきっと。ここにクローバーがいるはずだ。出てこいクローバー、名探偵スペードだ。さすがだ、さすがすぎるよスペード君。このクローバー、君の推理には脱帽だ。だがまだ四つ葉ちゃんを返すわけにはいかない。お前しつけえな。最後の暗号を解いてもらわなくてはな。最後の暗号だと。それを解けば四つ葉を返してもらえるんだな。オフコース、もちろんです。それでは期待しているよスペード君。ふはははは。最後の暗号待っていろよ。四つ葉を必ず取り返してみせるからな。それは子供を飲み込む怪物、大きく冷たい顔にいくつもの四角い目が光っている。それは子供を飲み込む怪物、大きく冷たい顔に、大きく冷たい顔にいくつもの四角い目が光っている。画廊、遊園地、あ、子供を飲み込むで学園、いくつもの、あ、で冷たい目が光ってって先生じゃないの。そうだよね。あ、白波企画園だ。学校のことだろう。学校ならいくでも子供を飲み込むし、四角い目っていうのは、あ、冷たい目じゃないか、四角い目、校舎の窓。とりあえずはうちの学校に行ってみよう。これちょっと自信ないな。遊園地、なんかどれも正解っちゃ正解っぽいんだよな。いないか、違った。体育館の裏でも探してみるか。あ、え、四つ葉、見つけちゃったよ。よかった、無事だったんだ。ニョツバ、クローバーはどこだい。あのクローバーはアニちゃまに恐れをなして逃げていきました。よかった、ヨツバは無事だったんだね。よかったです、ちゃんとアニちゃまが来てくれて。ヨツバ、もしもアニちゃまが来てくれなかったらどうしようかなって考えてたのよ。そうか、バカだな、可愛い妹をほっとくはずないだろ。アニちゃま、ヤツバ、アニちゃまが大好き、優しくてかっこよくて、アニちゃま好き好き。おい、ヨツバったら全く甘えん坊なんだから。アニちゃま、もう話した
やつだ。たまにはこういうのもいいな。イヒヒ。クローバーに打ち破りましたね。疲れた。もう一日疲れた。来てますね、メールが。あ、すごいです。兄ちゃま、チェキ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 。今日はとっても嬉しかったよ、つばです。ねえ、本当に今日は兄ちゃまはやっぱりよつばのことを大事に思ってくれているのね。そうだろ、分かってくれただろ。クローバーの暗号も簡単に解いちゃうし、うん、兄ちゃまはすごいな。い、暗号っていうかポエムだったけどな。でもそんな兄ちゃまと互角の勝負をしちゃうクローバーもすごいでしょ。兄ちゃまも遠慮せずにたくさんクローバーを褒めていいですよ。見た目がすごかった。もちろんよつばもね。ふはじゃない、クローバー出てるぞ。今日は人質だったのでよつばちょっとだけ疲れちゃった。おうおう、そろそろお眠するね。おやすみです、兄ちゃま。大好きです。あーよつば。もういじらしいな。クローバーによろしくって言っといてる。ヨスバが無事でよかったぜ。やっぱこういうのに付き合ってくれるお兄ちゃま、兄ちゃまが本当に好きなんだろうな、ヨスバはな。チェキチェキチェキ。なんだ急に。兄ちゃまの大事なヨスバです。大事なヨスバ。聞いて聞いて兄ちゃま。ヨスバね、兄ちゃまに見せたいものがあるの、うん、だから公園に来てほしいな。あ、兄ちゃまなら来てくれるよね。もちろん行くよ。もし来てくれないとまたクローバーが来ちゃうかも。それはそれで楽しいけど。四つ葉怖いです。きっと来てください、兄ちゃま。四つ葉。これでもなんだかんだでも3月14日最後の日ですよね。ラストデイ、最後のイベントでしょうね。ラストイベント。お、また唐突に始まったモノローグ。四つ葉。画面はクローバーなんだな。僕はね、四つ葉のことをちょっとだけ勘違いしていたんだ。これ曲で感動させるのが卑怯だよ。チェキチェキ言ってるし、お気楽だし、いつも飛び跳ねてるし。きっと何も考えていないんだろうなって思っていたんだよ。でもそれは間違いかもしれないね。徹夜で兄ちゃまをチェキして、兄ちゃまの秘密。要素は自分で言っている通り推力のある結構修行深いタイプなんじゃないかな。そうだよね、何も考えていなかったらちゃんと僕のことをチェキできないもんね。僕は兄ちゃま失格だね。四つ葉のそういうところをしっかり見ていなかったんだから。こんな僕でも四つ葉は今まで通りずっとチェキしてくれるかな。すごい。チェキされたい。チェキされたいな。してほしいな。チェキチェキ。ちょっと。なんだか一日一度は四つ葉のこれを聞かずにはいられなくなっちゃったな。不思議なことだな。本当に。チェキジャンキーじゃねえか、もう。もうチェキ中毒者になってるわ。チェキチェキしてほしいなっつっちゃった。いや来たよ。今の回想はちょっとおかしかったんじゃないかな。いやヨスバ、せっかくのお呼び出しだからね。それで見たいものって一体なんだい。うん、兄ちゃまがヨスバをクローバーから助けてくれたお礼にね、これあげようと思って。一体なんだ。お、これ、え、これは、え、わかんねえ。これなんだこれ。四つ葉の愛の証。うん、大好きな人には丸いものを送るのがルールなのよ。丸いものって、うん、イギリスにはそんなルールがあるの。うん、四つ葉が決めたの。え、そうなのか。ありがとう、もらっておくよ。兄ちゃま、それはいつでも持っててね。お風呂の時もおトイレの時もどこかに置いちゃダメよ。どうすりゃいいんだよこれ。そうよ、お風呂の時も。だってそうしないと兄ちゃまを24時間チェキできなく。これなんかカメラとかなんか盗聴器とか仕掛けられてんじゃねえのか。なんでもないです。それでおトイレの時とかって
お前だいぶアブノーマルだな。怪しいな。もしかしてこれって、ヨズバ正直に言ってごらん、これは本当は何なんだい。アニちゃま、今日はいい天気ですね。ヨズバ、ごめんなさいです、アニちゃま。それはヨズバがアニちゃまをチェキするための発信機とマイクです。お前の性癖こら。どうしてこんなことをするんだ、これはいけないことだぞ。だって泣いちゃう泣いちゃう。それをつけておけば、アニちゃまのことがいつでも四つ葉にわかると思って。だからといってトイレはねえだろ。ごめんなさい。マジ泣きだ、またこれ。四つ葉、気持ちはわかるけどこれはやりすぎる。だってアニちゃまは四つ葉のアニちゃまだけど。本当はアニちゃまじゃないんだもん。いやー、カレンちゃん、マモルちゃんとね、こういう流れで来てたから、まさかなと。まさかな、二度あることは三度あるかな、っていうふうには思ってたけど、本当はアニちゃまじゃない。どういうことだ、これ。四つ葉はね、本当は、アニちゃまの妹じゃないの。また急だな。四つ葉はもらわれっ子だから。重いよ。だから、うん、兄ちゃまをいっぱいチェキして、兄ちゃまのことをたくさん知りたかったの。そうすれば、本当の妹になれるかもしれないって。でも本当に1ヶ月前だよね。妹だよって言って兄ちゃまの前に現れたの。そうか、そうだったんだ。最初から知ってたのかな。もう兄ちゃまは四つ葉が嫌いになったでしょ。何言ってんだよ。だって他のみんなみたいに本当の妹じゃないんだもん。どういう経由で兄ちゃまの前まで来たんだろうね。何言ってるのさ、四つ葉。だいぶ謎が残ってるけど、本当の妹かどうかは僕も知らないよ。だけどさ、僕はこれからもずっと四つ葉の兄ちゃまでいられたらいいなって思ってるよ。四つ葉は嫌かい？ううん、嫌じゃないです。だったらね。うん、兄ちゃま、四つ葉、とってもとっても嬉しいです。やっぱり兄ちゃまは四つ葉が大好きなのね。わーいわーい。兄ちゃま、見ててね。四つ葉、もっともっと頑張って、絶対アニちゃまマスターになっちゃうから。アニちゃまのことを世界一知ってる女の子になるのよ。チェキしてチェキしてチェキまくっちゃうの。あ、だからアニちゃま、四つ葉のことももっと、そうだね、知ってね。アニちゃまも四つ葉のことチェキしちゃうぜ。おい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 、これはちょっとなんだ、どういうことだよこれ。最後はチェキッスで締めでございます。ありがとう。いや、可愛かったな、本当に。でもこれにて無事四つ葉ルート、来ないのかよエンディング。はい、攻略。ありがとうございます。いやいや、アニちゃま無事、四つ葉の恋人になりました。チェキー。いやー、チェキチェキだったね。本当に最初から最後までチェキりっぱなしの四つ葉ルートでしたね。四つ葉可愛かったね、この子本当に。このアニちゃまのモノローグでも言ってたけどさ、やっぱり乙女なんだよこの子は。普通の女の子なんですよ、チェキチェキ言ってるけど、そこの根っこの部分の心の本当のところが見えてくるからこそ、やっぱチェキのテンションもこう愛おしいものに思えるようになるっていうところがあって、美少女怪盗クローバークローバーいいキャラしてたなあ、いつ好きだわ。やっぱクローバー VS スペードっていうあのイベントはね、まさにクライマックスだったね。ちょっと
ミルキーホングみたいになってたけどブッシュロードみたいになってたけどさ、いやでもね、四つ葉らしいいいシナリオだったんじゃないでしょうか。終始ハイテンションって感じでね。だからもうテンションに合わせてたらもう軽く酸欠だもん、もうフラフラしてるもん。でもね、そんな四つ葉とこれから兄ちゃんはね、もうずっと一緒にもうチェキチェキしちゃうんだろうねもうチェキチェキですよ、これからもう最後にチェキッスをしちゃってるわけですから、当然その先のチェキックスもね、チェキックスも今後あるわけでしょ、ずっと一緒にいるわけなら。もう兄ちゃまなんてチェキニーしてばっかりなんだからチェキニーばっかりする日々なんだからよかったじゃないですか。もうチェキニー、チェキックス、チェキトリスともう何言ってんのこれ、何チェキニー、チェキックス、チェキトリスって、なんでチェキトリスってシャイニングスター台無しだよお前、エンディングで何言ってんのやめなさいよ。いやでもね、それぐらいチェキにはハマったってことですよ。いやプライベートでも口癖になりつつあるもんね、チェキーっつって職場とかで普通に言いそうになるもん、あ危ない危ないってなるんだけど。いや実際問題、声に出して言うとね、気持ちいい単語なんですよチェキって。一回ね、これ見てる方も本気のテンションでチェキーってこれ言ってみてください。これね、意外とスカッとするんですよ。もうスカッとした後にね、何言ってんだろう自分っていう、そういう後悔もあるけどね。兄ちゃまのモノローグでさ、もっとチェキしてほしいみたいなこと、そんなセリフがあったけど、それはちょっと笑ったなあ。そこ笑うとこじゃないよね絶対ね、感動的な場面なんだけど、俺四つ葉好きだなやっぱ四つ葉いいな。さて次回でございますけどもね、次回はこれも恒例になっていますけども、四つ葉の妹エンドを出したいと思います。守ちゃんの時もね、そうだったんだけど、これ最後の最後にさ、この本当は妹じゃないっていうのが発覚するのがめちゃくちゃ急だったから、今回も最後急に来たからさだから意外とね、この次回の妹エンドの方がしっくりくるっちゃしっくりくるんじゃないのかな。次回は四つ葉と迎えるもう一つの物語、ぜひともチェキーしてください。それでは引き続きエンディング曲、これいい曲だからね、シャイニングスターお聴きください。です。探偵スペードよりチェキヨナラ。